全国のキャンプアンの方もキャンプアンじゃない方もこんにちは、ヤッキーです。今は第二次キャンプブームと言われています。この第二次キャンプブームはテレビアニメゆるキャンの影響や東日本大震災で防災意識が高まったこと、こういったことが影響されていると言われています。そんなキャンプブームなんですが、今、キャンパーの中でキャンプブームは終わるっていう人と終わらないっていう人といて、そんな日々でキャンプブーム終わる終わらない論争が繰り広げられています。今回はそんなキャンプブーム終わる終わらない論争を終わらせるべく、今回はこの動画を出します。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではキャンプに関する動画を毎日上げています。毎日上げているので役に立つ情報はきっとあります。まだチャンネル登録してない方はぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。もう今やもうテレビ CM がキャンプばっかりですよね。ドラマもやたらと、何かあるとキャンプ行きます。これはね、間違いなくキャンプブームなんですよ。で、このキャンプブームが終わるなんて考えられないですよね。でも第一次キャンプブームは終わったんですよね。で、第一次キャンプブームが終わったのには諸説あるんですけど、キャンプ場の設備不足とかマナーが悪い人が増えた、要はいきなりアメリカからポンとキャンプが来てこれいいねって流行ったけど、そこに日本が追いついてなかったんですね。そういった説がまず一つと、あとはバブルの崩壊ね。今まではもういくらどれだけお金使ってもなくならなかったのが、バブル崩壊してそんなポン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 お金が使えなくなったんですね。あとは他にいろんな娯楽が増えた、娯楽の選択肢が増えた。で、キャンプ今までしてた人がそっちのいろんな他の娯楽に流れていったというのがあります。なのでいろんな要因があって一度はキャンプブームは去りました。それが第一次キャンプブームの終焉ですね。ですが第二次キャンプブーム、第一次キャンプブームとはまず違うんですよ。今やキャンプ場も多様化していろんな設備ができてます。温泉入れたりとか、サウナできたりとか、イチゴ狩りができたりとか、動物がいたりとか、野菜が取れたりとか、釣りができたり、アクティビティができたりとか、いろいろあります。で、キャンプの情報っていうのも、今はもう昔よりもいろんなところから情報が入手できます。もうネットがまず普及してますし、あといろんな雑誌とかテレビとかで、あとは YouTube とか、インフルエンサーとかで、いろんな情報が入ってきやすい状況にあります。で、バブルの崩壊前と違って、今はもうすでに不景気です。で、すでに娯楽がいっぱいある状態です。そんな中第二次キャンプブームが始まってるので、まず第一次キャンプブームと同じような去り方はないような気がします。で、世間的によく言われてるのがキャンプがブームではなくて文化になるんじゃないかと言われています。要はブーム関係なくみんなが楽しめるもの、当たり前のもの、流行り廃りのないものになるんじゃないかと言われています。要はサッカーとか野球とかカラオケとかみたいにもう流行り廃りのないもの、そういったものになるんじゃないかと言われています。僕はね、割とこの説をちょっと信じてるタイプですね。で、実際にそういう傾向にあります。今でどんどんもうキャンプ場もどんどん増えていって、テレビでも YouTube でも雑誌でもキャンプの特集いっぱいやってます。で、キャンプしてみたいっていう人がすごい増えてるんですよね。で、僕の周りでもキャンプ行きたいっていう人すごく多くて、やっぱりね、現代社会に疲れた心、自然の癒しが必要なんですよ。もう本当にね、仕事でストレス抱えてる人みんなキャンプ行った方がいいと思ってます。で、キャンプっていうのは流行り廃れのない要素が詰まってるんですよ。まずね、自然、そうですよね。自然もまず流行り廃れないんですよ。いつの時代の SNS もやっぱり自然を写す写真っていうのは溢れてるんですよね。で、料理もそうですね。料理ももう衣食住の一つなので、人間に必要なものの一つなので、これはなくせません。で、あと釣りもそうですよね。釣りも流行り廃れもなくずっと愛されてるものですよね。で、そういったものが流行り廃れのないものがいっぱい組み込まれてるんですよ、キャンプには。だからキャンプは流行り廃れのないものになっていくはずなんですよ。ただこの弊害ももちろんありまして、いろいろありますけども、一番は僕が今懸念しているのがこの不景気ですね。今の円安、まずキャンプ用品っていうのは、日本のキャンプブランドもいっぱいありますけども、そもそもがアメリカ発祥なので、アメリカのブランドのものもいっぱい入ってきます。コールマンとかもそうですよね。あとは北欧とか、あと最近だと韓国とかもキャンプ道具入ってきますね。で、いろんなところから輸入されてて、日本のキャンプギアもいっぱいあって、スノーピークとかね、ユニフレームとかロゴスとかいっぱいあるんですけど、やっぱり海外のものっていうのも人気で、でも円安になるとそういったものが高くなるんですよ。で、日本のものも結局原材料は海外から輸入しないといけないので、日本のキャンプギアもやっぱり高くなってるんですよ。で、やっぱりブームから文化に変わるには、みんなが手に入れやすい価格になるっていうのが一つだと思うんですけど、実際に昔に比べるとすごく手に入りやすくなってます。なので、もうあと一歩のところまで来てます。キャンプ好きじゃない人が
当たり前にキャンプをする。もう今もね、別にキャンプを趣味としてる人じゃなくてもバーベキューに出かけたりするんで、もうほぼそうなりつつあります。手ぶらキャンプなんてのもあるので、もう誰でもキャンプできる時代になってます。専門的な知識がなくてもできるようになってます。いろんなキャンプ場あるので、もう何もしなくても全部スタッフがやってくれるようなところもあります。でもやっぱり円安っていうのがちょっと邪魔してるんじゃないかなっていうのも一つ感じます。で、あとね、逆に後押ししてるものもあって、キャンプっていろんなものと組み合わせやすいんですよ。で、キャンプ以外の業界との共存、これがすごい後押ししてると思うんですね。やっぱりキャンプブームにあやかりたいっていうのもあって、テレビ CM とかでもキャンプのシーン出てきますけども、例えば車ね、最近だとやっぱりアウトドアブームなので、車中泊できるようなフラットシートだったりとか、荷物がいっぱい、ね、積めるようになってたりとか、それで車もどんどん出てますし、あとはサウナブーム、これもね、サウナブームとキャンプブームがこう組み合わさってですね、アウトドアサウナというのも今流行ってます。あとはね、釣りとか、あとバイク、こういったものもですね、キャンプと組み合わせやすいんですよね。あとね、意外なところで音楽、音楽フェスも中でテント張って泊まれたりするんですよね。なのでそういったのも結構キャンプ好きを生んでいるんですよね。なのでこう今確実に少しずつキャンプは文化になりつつあります。少しずつブームから当たり前になってきてます。なので今すでにキャンプを始めてる人、キャンプを趣味にしてる人、この人らたちはもうかなり先取りできてるんですよね。今後もうどんどん広めていって、キャンプをもう当たり前にしていきましょう。今でキャンプを流行らせましょうだったんですけど、これからはキャンプを当たり前にしていきましょうなんですよね。で、キャンプを当たり前にしていくことでキャンプ市場を盛り上げて、で、キャンプ市場を盛り上げると何がいいかっていうと、まずはキャンプ場もどんどん増えていくし、で、キャンプギアも増えていくし、キャンプブランドっていうのも新しいところがどんどん参入していって、どんどんいいギアが生まれていくんですよね。やっぱ競争がないといいギア生まれないんで。あとは、まあ、さっきの車とかもそうですけども、キャンプ人口が増えてくるとキャンプに合わせて周りが合わせてくれるんですよ。車がキャンプに合わせるとか、例えば他もね、100均が今キャンプに合わせてますよね。100均からもいろんなキャンプ道具出てます。で、あとはホームセンターもキャンプに合わせてきてます。アジャストしてきてます。ホームセンターなんかもキャンプ道具出してたりしますし、もうほんといろんなところがキャンプブームに乗っかっていただいて、いろんなキャンプに使いやすいものっていうのがいろいろ出てきてます。で、結果ね、皆さんにとってもいいことにつながると思いますので、で、結構ね、今キャンプが好きな人がキャンプが流行ることによって、にわかのキャンパーが来て、マナーが悪い人が来て困るっていうような意見もあると思うんですけど、キャンプが当たり前になっていけばマナーも浸透するんですよね。今キャンプが当たり前じゃないから、にわかのキャンパーが何も知らずに、そういう人たちも、もう悪気がある人もいるかもしれないですけど、悪気があって迷惑かけたいと思って迷惑かけてるわけじゃなかったりするんですよね。なのでちゃんとブームから文化になって、みんなにそういったマナーなどが浸透すると、もっとね、秩序を保たれつつキャンプができるんじゃないかと思います。なので皆さん、どんどんね、キャンプを盛り上げていきましょう。では今回の動画はここまで。チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。